はい、皆さんこんにちは、プロ野球のキャンプがスタートしてワクワクしている達也です。早く球場行きたいなということで、本日も、二の国2レバナントキングダムやっていきたいなと思います。で、引き続きメルドラの頼み事で新軍部隊を持つ人材を、まあ、2名スカウトしろということなので、まあね、前回オムライス食べさせてやったんでね、まあこれで楽に仲間に新軍部隊なってくれるでしょう。で、どこにいるんだ。あ、こいつか、一人。あ、女性だ。あ、コウハッカさん、リーフブックにいた人だね。コウハッカは私だけど何か用、狩りの依頼料なら高くつくわよ。え、スカウトですって。ふん、しがない漁師の私に声をかけるなんて相当な人材不足のようね。私のところにそんな話が来るってことはきっとガオ・ワカラの紹介なんでしょう。そう、あの見た目がめちゃくちゃ怖くてオムレツが大好きなあの人だよ。いいわ、あいつにはなんだかんだ恩があるし、スカウトと新軍部隊の話乗ってあげる。ほら、やっぱりお願い言われるじゃん、嘘つき。すぐなんか仲間になってくれるって言ってたや、嘘つき。早起き時計を一つ。ああ、それぐらい、それぐらいならいいよ。早起き時計ね。てか持ってるでしょ俺。はい、どうぞ。早起き時計を渡した。あら、ちゃんと持ってきてくれたのありがとう。実は私低血圧で朝起きるのが苦手なのでね、これであんたの国にいても寝坊しなくて済むと思うわ。なんだその理由。さて、私も部隊で敵と戦うってのは久しぶりだわ。進軍で私の部隊が必要な時はいつでも呼び出しなさい。この銃で必ず獲物を捕らえてみせるわ。よし、まあ人材難なのは間違いないからな。お、あ、遠吠え、狩猟会。じゃあ、あと1名だね。で、もう1人が、いや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 、まさかまさか、こんな路上で飲んだくれてる。え、この人本当に働ける？じいや。まあ、そういえば名前がもうじいさんだったな。お前さん、わしに何か用か。こんなうぼれに声をかけるとはかなりの物好きじゃな。なるほど、ガオワからの紹介でここへ来たと。あやつ腕をやってからというものを塞ぎ込んでおったが、お前さんがあの頑固者の心を動かしたというのか。おう、オムレツ渡したらイチコロよ。いいだろう、わしをスカウトしたいのであれば一つだけ条件。また条件出すやん。全然すんなり仲間にならんやん。デグリーンウォリアを3体。わ、ちょっとめんどくさそう。何それ。何、そんなに大した相手じゃないはずだ。達成できたらまたわしのところに戻ってくるがいい。なんかさ、思うんだけどさ、こういうクエストってさ、何か持ってこいとかじゃなくて倒すだけでいいんだったら、もう俺なんかちょっとカジノ行って30分時間潰して倒してきたよって報告するよ。証拠はいらないの。じゃあデグリーンウォリア倒しに行くか。どこにいんだろうあいつ。あ、まあ、ちゃんとマップに出るから分かりやすくていいね。で、このエリアにいると、デグリーンウォリアって書いてあるわ。わかりやすいな。じゃあやりますか。よし、これで3体倒した、達成や。じゃあジーヤを起こしに行くか。歴戦の歩兵なんだ。へえ、昔はすごかった的な。おいジーヤ、倒してきたぞ、仲間になれや。なんてわかんだよ。わしが見たかったのはお前さんたちの強さではなく、どれくらい本気なのかという気持ちの部分じゃ。約束通りお前さんの国で世話になるとしよう。改めて自己紹介しておく。いい笑い声。わしはジーヤ、見た目は老いぼれちゃうが若いもんにはまだまだ負けんぞい。そういうこと言う人って大体年寄りの人が言うよね。バウワン族か。あ、犬の族なのね。銀狼守衛隊。へえ、なんか強そう。あー、よかった、4人になったぜ。メルドラさんのところに行って大盗賊団の居場所を詳しく聞いてみよう。あ、リーフブック更新。イケてるパーソンリクヤ。あ、なんかこいつ見たことあるんだ。なんだっけこいつ、どっかにいたな。やあミスターリーフがお送りするコーナー、世界のイケてるパーソン。今回紹介するのはゴールドパウンドの鎧職人。あー、鎧職人か。軍人の掛け棚がドロップアウトして職人の世界に飛び込んだ。へえ、
平凡に見えて、見えるけどイケてるんだ。ジーヤさんのところ、あ、なんださっきのジーヤの孫なん。なるほどね。よくわかんないけど俺が応援するぜって。なるほど、お孫さんがいたのか。じゃあメルドラのところ、メルドラのところ行くか。いやー今日も相変わらずセクシーだな、顔でけえな。こんにちは。あら、舞台がいい感じに増えたみたいね。これなら大盗賊団の件もお願いできそうだわ。うん、うん、ガオアさんのおかげだよ。よし、それじゃあ改めて、私の大事な大事なラメッタストーンを盗んだ大盗賊団を懲らしめてきてほしいの。やつらどうやら夜明けた海岸ネーミングセンスよ、拠点を作ってるみたいよ。ラメッターストーンもそこにあるに違いないわ。何としてでも取り返してきてちょうだい。よろしく、しくよろやるな毎回それ。このお願いさえ何とかすれば公文書館の会員証はお前らのもんや。やるでえば、うん、うん、行こう。よし、じゃあ行こう。何の間っていう。じゃあメルドラの頼み事、進軍、あー進軍チュートリアル以来してないんだよな。勝てるから大盗賊団を撃退しよう。ここですね。はい、推奨部隊レベル6。ちょっとよくわかんないです、今のレベルがいくつなのかすら。進軍バトルはなんかまあじゃんけんってのを聞いたことありますけどね。まあこの部隊だったらこの部隊で行くみたいな。じゃあ進軍強化、あーそっか、そういえばこんなのあったな。推奨レベル6でしょ今の舞台は。まあまあ接戦だけど勝てるからこれ。進軍編成するって言ってもな、ちょっと不安だから強化しとくか。 HP アップ、増便速度アップ。なんでこんなことをキングダムコイン使ってやらないといけないんだ。まあ戦力アップ、よし、ちょっとここはふんだり使っとこう。うん、負ける気しかしないから。じゃあこれでスタート。あ、ちなみにこれでどう戦力的に。あー、オッケーオッケー、上回った、よし、これできるっしょ。はい、盗賊体操は久々で腕が鳴るの。ジーヤが張り切ってる、うちのジーヤが。パスカル、ラメッターストーン渡さねえぞ。渡さねえぞじゃねえんだよ、もともとこっちのなんだよ。お年寄りの礼儀をわきまえなんて全く粗暴な連中ね。私の舞台は単独行動で射撃が可能。へえ、ちょっと指示くれって言われても指示の仕方がよくわかんないから突っ込もう。ああ、何これ。先日の中には紅白家のよりエヴァンから離れた単独行動する舞台もいる。一定時間経つこと、ああなるほどね。じゃあ特に指示しなくていいのかな。じゃあ弱点なんて多分こうでしょ。いけ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 、負けるな負けるな。よっしゃ倒した。でここは、ここは OK 倒した。この先簡単にいけると思うなよ。この調子で進むんや。あ違うの。そっち行っても何もないで。はい、もうそんな倒さなくていいから。もったいないもったいない、戦力が。ああ、なんか砲丸、ここちょっと先に倒したいな。よし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 、砲弾砲弾、ああちょっと砲弾強い。頑張れ頑張れ。オッケー、後半大砲撃破。よし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 、戦術、ああなるほど、こうやっていけよ的なね。まあゴリ押していけるっしょ。なんかかわいそうになってきた。よし、立て直し、ああなるほどね。大正期の近くで丸と。ここで立て直しが、お、大砲ができた。あ、何この大砲、俺が使っていいの。え、めっちゃいいじゃん。いけいけ、撃て撃て。お、いいぞいいぞ。いいな、大砲便利だな。
よし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 、いけ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 、よし。あ、バッカス、あれはリリアにプレゼントしたんだ。誰リリアって。あの石はもともとメルトラさんのものだよ。おとなしく返すんだ。ここでちょっと回復して、よし、いけいけ、撃て撃て。じゃあどっから攻めよっかな。あ、ちょっと避けて避けて。あー、大砲があるんだね、向こうに。じゃあちょっとこういうなんか技とかも使うか。グラードがピンチ。紅白化の部隊が壊滅寸前。マジかよ、頑張れよ。あ、ちょっとみんな危ない危ない、そこ危ないよ。よし、いけ、バッカスを襲え、バッカスを。よし。この人がリリアか。取り返しに行くで、あいよ。じゃあリリアどこだ。あ、ちょっと大砲をなんとかしたいな、まず。何？あ、なるほど、軍力が不足してる。ちょっとなんか宝箱、あ、軍力かなり上がった。よし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 、で、ラメットはどこにいるの。あ、ラメットこの先か、なるほど。ラメッタじゃない、リリアだ。お、ちょっとちょっと、え、そんなことしてくんの。え、これ勝てる。モンスター仲間にしてるやん。あ、こっちからいけないんだ。ごめんごめん。え、これ勝てるかな。まずはこれでしびれさせーの。よしよし、一体倒した、一体倒したよ。いけ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 。よし、あとはフルボッコ。あー、私のラメッタストーンを盗まないで、泥棒って。どっちがだよ、元はといえばお前たちが盗んだんだろ。これに来れたらもう悪さはしないことだな。あー、全然やり方わからない中でよく倒せたな。ラメッタストーンを手に入れた、やったね、無事に取り返したね。これでようやく公文書館の会員証が手に入るな。やっとだな、本当にネドラさんのところへ急ごう。よし、他に取り逃したことはないか。よし、戻ってきた。どう、ラメッタストーン取り返せた。もちろん苦労したぜ、マジでラメッタストーンを出した。そう、これよこれ。毎回アップになるときついな。まばゆいわ、まばゆすぎる。この輝きを求めていたの。ラベラベルがきらめいて満天の星空って感じ。あんたたちやるじゃない、途中で挫折するかもってハラハラしてたんだけど、まあ急だったわね。シンクベニーローズ、ボルカドラゴンの角、そしてこのラメッターストーンがついに揃った。うわー、めちゃくちゃ大変だったな。お使いの難易度高すぎるだろ。いよいよこの時は来たのよ。
史上最高の口紅メルトラルージュを作る時が、お前いい加減にしろよそんなもの作るために俺らを走り回させられたのか。みんなリアクション取ってるけど、なんだよそれ。口紅ルージュってね。待て待て待て、我らが苦労して集めたこれ、口紅作るための材料やったんか。ただの口紅じゃないわよ、メルドラ様お手製のデート必勝口紅よ。すぐ作るからちょっと待ってなさい。デート必勝だと。まあ俺はどっちにしろ口紅は使えないからあれだけど勝てるかこんなんでなんだその顔、ドヤみたいな。お待たせじゃないわ。いやみんな日はちょっとポンゴ震えてんだけど、なんかね、素敵なイヤリングされてらっしゃい、ね、ますね。さあ、エヴァ、人生には自分に嘘をついて生きていかないといけない場面が幾度とある。それが今日だ。行け、嘘を言うんだ。綺麗だと思います。よく頑張った、エヴァ。ね、後ろめちゃくちゃ悲しそうな顔してる。シャーティーがめっちゃ辛そうな顔してた。さて、あんたたちのおかげで理想の唇を完成させることができたわ。約束通り、この公文書カード会員証をあげる。会員証一つ手に入れるのにめちゃくちゃ苦労したな。私の愛がこもった会員証、大切にしなさい。公文書館の会員証を手に入れた。よし、今後はこの公文書館を自由に使っていいわ。やった、数千年前から今に至るまでこの世界にまつわるありとあらゆる文献が揃ってるんだから。よし。よし。では、俺たちの国を発展させていく上で有益な情報を手分けして集めよう。俺はこの世界に存在する主要な国について参考になりそうな文献を探してみるつもりだ。ポンコ、あそこで何やってんの？お前届かないだろ、本まで。分かった。調べ物が済んだら僕に声をかけてよ。あれなんか久しぶりだな。シャープ1以来ローランを使うわ。あ、リフブック更新やめとけ。何、メルドラさん SNS も使いこなせるの？半端ねえな。理想的な唇を作ることができたわ。デートの予約はここのコメントで受け付けるわ。よろしくしくよろ。いやー、すごい唇ですね。さすがとしか言いようがないです。メルドラさんらしさが出てます。確かに鬼の金棒だと思います。ある意味芸術ですね。デートの予約を入れなさいよ。あの、人を褒めるね、女性を褒めるときに鬼に金棒は不適切だろ。あー面白い。あ、何やってんのお前ら。すごいや、ここの資料ゴロネール城より充実してるよ。ローラン、これ全部読んでると一生が終わるで。厳選して読むべきやな。ちょっとローランドも踏んづけとくかこいつ。ほらほら、いつも生意気やがって、言うこと聞け。あ、なんか女性がいる。声かけよう。こんにちは。ここに保管されている文献は古くから伝わる物語から最近の出来事まで幅広く記録されているんです。お探しの本があるといいのですが、ご利用でしたらお申し付けくださいね。なるほどね。じゃあまずここ、ゴールドパウンドについてと書かれた文献がある。あんま興味ねえなこの文献運に全てを委ねる国、二の国最大の大陸、水戸大陸の皆。これちょっと全部読んでるとキリねえなまあ運を重要視してると。でゴールドパウンドの守護神のウルデラコン、あいつね、戦ったやつね、縁起のいい存在として国民から慕われている。国営カジノが観光名所として挙げられると。6名ギガ先制自治長が国を治めていると。あ、周辺国との不和。あー、これは知らないな。港町よっそーろ海賊しか住んでなさそうな港町だな。を管理してるんだ。へえ。で、かつてよっそーろ以外の小さな村や集落はヨルダーク地方を一斉統治しようとした。ゴールドパウンドに反抗し争いを起こした。あー、なるほど、反乱があったんだね。この他の多くの犠牲を出して収束すると。なるほどな。ゴールドパウンドはこの辺一帯を治めようとして、まあ、いろんな犠牲を出してたんだね過去にね。ここは
シーラザラカ、何それ。はい、法に縛られる海の国シーラザラカンはオーボレア船海域に浮かぶ島々からなる海上国家。へえ、海の上に国があるんだ。人族とシーフィ族が共に過ごしている。ドララナーガ、へえ、なんかドラゴンっぽいな。なんでうちだけポンゴなんだよめったり人前で姿を現さず海底深くで眠っている。このここの国はホメディアス女王が、あ、女王が観光統治してるんだ。あ、多額の税金がかけられてるから景観がいい国だが人の出入りは少ないと。女王の政治に対して疑問の声も上がっているが、優秀な執政官がその場を収めることで国民の不満はその都度解消されていると。ここにも争いがあったんだ。もともとはまあ2つのね、確かに種族が一緒に住んでると争いはあるよね。ドララナーガの試練を制した人族が国を治めていると。まあ人族があれですよね、まあローラみたいな見た目のなんか普通の、まあ多分この人も人族なんだろうね、の人たちが人族ですよね。じゃあここアラゴリア、アラゴリアってなんだっけ、なんか聞いたことある。あ、モーヤ大陸に、あ、そうだそうだ、このねゴーラ、そう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 、ここがなんかなんだっけ、前々回ぐらいで言ってたけど、ここがなんか荒れてるとかなんか噂を聞いたな。ゴーラを守護神としていた。しかしアラゴリアの王ハムナル・ナハル・デルグナが守護神の暴走を抑えることができず、モーヤ大陸ごと国が消滅してしまった。へえ、それを示す資料はどこにも残っていない。なるほどね。何やってんのシャーティー。ここの本石でできてるよ。書き間違えた時ってどうしてんだろう。確かに。あ、おっさんが本見てる。何やってんだろう。俺はこういうのを読むの向いてねえんだよな。眠くなろっつうか。本ならまだ枕になるが、石板はちょっとだ。本も枕にするな。暇つぶしにはちょうどいいね。あ、先行じゃん。お前こんなとこいたのか。ね、無限の迷宮に行くためのなんか、そういえばクエストあったな。ちょっと無視しよう。ゴロネール、ああ、聞きたい。ミド大陸の北西に位置するゴロネール王国は、ニャオ族とマオ族、そして人族という 3つの種族が住む国家である。二の国で最も歴史ある、緑豊かな国であり、守護神、ベルガ神。ああ、あのかっこいいやつね。もともと仲が悪かったんだね、ニャオ族とマオ族は。確かに前作の白き聖杯の女王の時にも2つの種族の王様同士が喧嘩してるシーンがあったな。魔王族の代表であるチューダス一族は長らく地下に追いやられていたという話である。ニャオ族は地上でつつましやかながらも平和な日々を送ってきた。人族は他の種族には決して介入せず、政治の場から身を引いて中立を維持していると。あ、めっちゃエヴァンのこと書いてあるじゃん。エヴァン王が即位するとクーデターを起こしたって。今緊張ちょっと、え、めちゃくちゃ最近のこと書いてあるんだけど誰これ、最新刊この本すげえな。最近石に書かれたんだろうな。じゃあ最後だね。グランリーフ、はい。発達を続ける新興国、レカ大陸の 中央に位置するグランリーフは二の国のある国の中でも比較的新しい国。プレジデントムサカ、ムサカ、お、科学大国、へえ、守護神のバルモディーンは探求心の強い守護神で、国を守るより自らの進化に興味が強い。なんだその守護神。インテリジェンスビッグツリーというタワーがシャヤであり、国の機能も全てがここに集約されていると。なるほど、魔鋼が多く眠っているんだね。へえ、技術力の応用、インテリジェンスビッグツリーの建設当時も山賊や空を飛ぶモンスターからの襲撃があった。なるほど、技術大国があるんだ。こんなところか。しかしすでにゴロネールのクーデターに関する記述がね、俺もびっくりした。この公文書かなかなか実用性がありそうだ。キャッチアップがすごい早い。さあ、みんなと今後の方針について話をしよう。エバーン、ローラ、調べ物は終わった？上だね、終わった。それじゃあみんなを集めよう。
どうすんの？うん、各国の歴史がまとめられた文献を一通り調べてみたが、二の国の歴史はまさに争いの歴史。やはりどこの世界も似たようなものだな。昔はもうちょっと平和だったんだけどな。変わっちまったな。戦争のない国を作るとなると、どことも交わることなくひっそりと暮らすほかないだろう。後ろ向きで気に食わねえが正論だな。シャーディー、ローラン、僕はこう思ってるんだ。世界中の国を一つに束ねることができたら、この世界そのものが二の国っていう一つの国になれば、世界から戦争はなくなるんじゃないかって。まあこの辺はね、なんだろう、漫画のキングダムとかね好きな人はちょっとこのエヴァンの考え方はね、まあ確かに統一できたら争いなくなるかもしれないけどね、統一するまでにまず戦争が起きそうだからね、いろんな犠牲を伴いそうだけどな。頭いいあ、ガットはそうは思ってないな。世界を統一するというのは、突飛な発想だが、確かにそれができれば戦いのない、国を作れるかもしれない。しかし資料を見る限り、二の国の歴史上誰一人として二の国を統一した王はいない。前人未到だお、なんだばあさん、ねえ、世界を統一した男、私知ってるわよ。え、いるのそんな人。誰誰？お、なんかこの絵のタッチ懐かしい白き聖杯の女王の時にこういうのあった。二の国の王、ブラハバン。ブラハバン、彼は二の国に存在する大きいものから小さいものまで数百の国を全て条約で結び、二の国を一つにした。すげえ、まあ英雄よね。すごい、そんな王様がいたんだ。ほう、どの国の文献を見てもそんな記述はなかったかま、私だけが知るレア情報もあるってことよ。な、出どころ教えろよ、信憑性。英雄ブラハバンか、ね、みんな一旦国に戻って今後の方針をまとめたい。僕たちの国の旗について話し合いをするんだ。旗？今？なぜ急に旗？何、海賊旗が掲げるドクロの。はい、ということでリフブック更新。甘えたいその日暮らしの男保育士のユーキャンいい加減にしろよ、怒られるユーキャンから。いいよな、彼女に伝って甘えさせてくれるから、子供たちはみんな先生のことが大好きなんだ。わかるわかるぜその気持ち。なのに畜生、なぜ俺はおじさんなんだ。俺も子供に戻って先生に甘えてみてえよ。危ねえやつだな。年がいもなくはしゃいでしまいました、申し訳ないです自分ではしゃいで自分で反省してるやん。ということで、じゃあ今回はここまでにしとこうかな。じゃあ次回はメドラ公文書館にで、学んだことを生かしてなんか旗を作るらしいのでエスタバリネ町に戻りたいと思います。ではご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。